況パワフルプロ野球。先頭バッターは吉野。第1球を投げた、打ちました。セカンド横飛び、ヒットになります。ボールは中継へ。タイガース先制のチャンスを迎えます。バッターは2番前川。第1球を投げた、内野前進です。ファウルボールです。一塁牽制セーフ。投げた、落ちる球空振り。バッター追い込まれました。あーっとキャッチャーこいつ。吉野二塁へセーフ。投げた、お外れた、わずかに外。追い込んでから投げた、真ん中空振り三振。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ここでバッターは牧野。第一球を投げました。初球打ち引っ張った、ファウル。さあ二球目、流し打ち、どうだ。クルーは好プレーを見せました。二塁はセーフ。そしてバッターボックスはイラブ。二塁ランナーをちらっと見た、あーとまた初球打ち、これは内野フライになりそうです。足が止まって構えた、ここは余裕を持って取りました。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー吉野残塁に終わりました。1回の表が終了して0対0タイガース、初回0点に終わっています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは志向介。外野手は前の方に守備位置を取りました。セカンド横飛び、破った、センター前ヒット。ボールは中継へ。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。ノーアウトランナー一塁となって、続くバッターは久保。外野は前進守備、ファウルボール。投げました、チェンジアップ空振り。さあ追い込まれました。追い込みで投げました、空振り三振。久保三球三振。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー1人置いて迎えるバッターは前田。これも初球打ち、ヒット。さあこれでワンアウトランナーは1塁2塁。ここでバッターボックスは高橋。投げた、初球ストレート空振り。第2球を投げた、高め際どい球ボール。ワンエンドワンから投げた、打った、左中間に打球が飛んでいます。掴みました、あーっとランナー飛び出している。ランナーが溜まって迎えるバッターは工藤。第1球を投げた、初球打ち取りました。ランナー1塁2塁残塁。1回が終わって0対0、ジャイアンツチャンスを生かせませんでした。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは5番下柳。今日初めてのバッターボックス。空振り、伸びのあるストレート。ワンナッシングから投げた、速球見送ってボール。投球3球目、フォークワンバウンド、ボール、ワンストライクツーボールです。投げた、打ちました、サードの正面、一塁送球アウト。先頭バッター下柳倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番福原。外野前進です。1球目フォークボール空振り。投げました、外れた、ボール。フォークボールを使ってきました。第3球を投げました、速球外れました。
次は4球目、スライダー決まってツーツー、投げました、ストライク、空振り三振。右バッターボックスは7番ヤブ、今日最初のバッターボックス。外野手は前の方に守備位置を取りました。ゆっくりと構えた、取りました、これで3アウト。最後はサードフライに打ち取られました。2回表が終了して0対0、現在同点です。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは6番桑田、インコース引っ張った、レフトへ飛んだ、取りました、これでワンアウト。バッターは7番佐藤、第1球を投げました、打った、勇敢抜かれた、センター前のヒットになります。ボールは中継、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。左バッターボックスは8番岡島、これが初めての打席になります。まずは一塁牽制、ランナー戻っています。さあ1球目、ストレートボール、ワンボール。さあ2球目、見送ってボール、ロツーから投げました、スライダー空振り、投げた、流し打ち、これはヒットになります。ボールは中継、さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。投げた、まっすぐ決まった、ストライク、ワンナッシング。第2球を投げた、ストレート見送ってボール、胸元際どいところ、セカンドランナーちらっと見た、ボール。さあ4球目、内角際どい球、ボール。投げた、打った、センターへ弾き返した、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かう。ジャイアンツ立て続けにヒットが3本飛び出しました。ジャイアンツ先行、上原タイムリーヒット、外角高め直球ストライク、伸びのあるストレート、あーっとパスボール、岡島三塁へ。ジャイアンツ1点先制しています。三塁牽制、ワンナッシングから投げた、打ちました、ヒット、三塁ランナー今ホーム、シコースキータイムリーヒット。タイガース内野陣はゲッツー体勢、タイガース内野陣はゲッツー体勢、アウトサイド空振り、膝元直球ストライク、伸びのあるストレート、パスボール、三塁ランナーホームイン、タイガースバッテリーミスで痛い失点、シコースキー二塁へ、打った、セカンド右横抜けていった、ライト前ヒット、久保これで2打数の1安打、ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。続くバッターは前田、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。タイガース内野陣はゲッツー体勢、これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン、打った、選ぶ、前進してくる、ヒットになります。ビッグイニングになった、ジャイアンツ打線爆発、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。続くバッターは高橋、この試合2回目のアットバット、投げました、緩い球決まった、ストライク、外角いっぱい、ワンエンドワンから投げました、インコースのボール左へ、ショートのコツビー、あと取れない、ボールはサーブへ、セーフ、高橋左中間へヒットを放ちました。そしてバッターは工藤、投げた、直球見送ってボール、さあ次の投球です、内角直球外れてボール、第3球を投げた、内角へ変化球ボール、真ん中低め直球ストライク、ワンストライクスリーボール、投げた、打った、流し打ち、ヒット、レフトからサードへ、セーフ、工藤レフト前へのタイムリー。そしてこの回10人目のバッター桑田、内野前進です、打った、ツーバンド取った、本塁送る、今度はフォースアウト、一塁送る、一塁はセーフ。そしてこの回11人目のバッター佐藤、さあ初球、初球打ちました、掴みました、2回が終わって5対0ジャイアンツ先制点を挙げています。3回の表5点を追いかけます。タイガースの攻撃、先頭バッターは8番リガン、今日初めてのバッターボックス、アウトの速球ストライク、投げた、速球打った、打球は左中間に飛んでいる、これはヒットになります。タイガース先頭バッター出塁です。ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターは井川、第1球を投げた、打ちました、セカンドの頭上ライナーピーッ、1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ、井川ツーベース。ここでバッターは吉野、今日2打席目。さあ初球インハイ見送ってストライク、フォークボールを使ってきました、ワンストライクノーボール、
直球打った、ファーストへ、一塁アウト、これでワンアウト。そしてバッターボックスは前川、これが2打席目になります。投げました、初球打った、三遊間真っ二つ、ヒット、三塁送球、タイガー1点返しました。前川タイムリーヒット、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ここでバッターボックスは牧野、打った、詰まった打球、これは投げ込みになりそうです。インフィールドフライ、手を挙げて掴みました。ランナー2人を置いて迎えるバッターはイラブ、アウトコース高め見送ってストライク、肩越しにランナー見た、流し打ち、どうだ、ヒットになります。そしてここでバッターは下柳、この試合2回目のアットバット、お、速球外れました、ワンボール、投げました、インコース高め、ストレート決まってストライク、ワイドは投げました、ストレート打ちました、ピッチャー前に転がった、バット弾いた、ファーストを送り、アウト、スリーアウトになりました。3回表が終了して5対1タイガース、この回1点を返しました。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは8番岡島、さあ1球目、初球突っ抜けました、少し力が入ったか、ノーインドアップから投げた、直球を内角へ、井川、今の投球でちょうど40球目になります。おっ、突っ抜け、ノーストライク、スリーボールです。次は4球目、チェンジアップ見送ってストライク、さあ5球目、よく見た、フォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。バッターはピッチャー上原、第1球を投げた、直球決まってストライク、第2球を投げた、インコース引っ張った、ボールを掴んだ、2塁送球、2塁アウト、1塁はどうか、セーフ、1塁はセーフ、ワンアウトランナー1塁に変わります。ランナー1人置いて迎えるバッターは志向月、打った、ファウル、さあ次の投球です、おっつけて打った、1、2塁間抜いていった、ライト前のヒットになります。シコスキー、宇宙間にヒットを放ちました。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そして迎えるバッターは久保、この試合3回目のアットバット、さあ次の投球です、打った、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースター、二塁送球、二塁アウト、一塁へ、一塁もアウト、ダブルプレイ、序盤終わって5対1ジャイアンツ無得点で終了です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは6番福原、第1球を投げた、アウトコース見送ってストライク、タイガースここまで5安打、ストレート空振り、第3球を投げました、空振り三振、上原この試合3つ目の三振を奪いました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番ヤブ、今日2打席目、速球決まってストライク、ワンストライクノーボール、投げました、外角際どい球、ボール、ボールカウント、ワンエンドワン、第3球を投げました、アウトコースわずかに外れてボール、ワンツー、フォーク打った、ショート左横、一塁送球、アウト、ツーアウトになりました。リガン右のバッターボックス、これが2打席目になります。外野は前進し、ボール外れました。第2球を投げました、真ん中高め、速球ストライク、伸びのあるストレート、投げました、打ちました、シコースキー、ボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ、最後はセカンドライナーに作られました。4回表が終了して5対1ジャイアンツ、4点リードは変わりません。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番前田、外野前進です、外側いっぱい決まってストライク、さあ次の投球です、チェンジアップはボール高め、投球3球目、打った、ヒット、ジャイアンツ先頭バッターが塁に出ます。ノーアウトランナー1塁となって、続くバッターは高橋、外野手は前の方に守備位置を取りました。センター前進してくる、これもヒットになる、ここで迎えるバッターは工藤、第1球を投げた、初球流し打ち、これはヒットになります。ボールはサードへ、セーフ、三塁はセーフ、ジャイアンツ3者連続ヒット、工藤今日2本目のヒット、セットから投げた、初球すっぽ抜けボール、インロー外れてワンボール、
さあ次の投球です。打った、いい当たりだ。ショートのゴッドビー、ヒット。二塁ランナー三塁蹴ってホームへ。桑田タイムリーヒット。高橋今ホームイン。ここでバッターは佐藤、今日3打席目。第1球を投げた、打った、取った、二塁へトス、二塁フォースアウト、一塁送球、一塁間一発セーフ。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。そしてバッターボックスは岡島。第1球を投げた、打った、引っ張った、ヒット。工藤ホームイン。岡島ライト線へのタイムリーヒット。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。続くバッターは上原。アウトコースの変化球ストライク。初球まずは入れてきました。あっとキャッチャー取れない。佐藤三塁へ。第2球を投げました、打ちました。下柳前に出る、ライト前ワンバウンド、ヒットになった。ビッグイニングになった。ジャイアンツ打線爆発。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。ここでバッターボックスはシコウスキ。ファウルボールです。一塁へ一つ牽制球を送りました。ランナー戻ります。ワンナッシングから投げました、あっとすっぽ抜けた、やや力が入ったか。投球3球目、おっとすっぽ抜け、ワンストライクツーボールです。引っ張った、どうだ、切れるか、左へ切るとファウル、わずかに切れます。投げました、打った、流し打ち、ファウルボール。ボールカウント2ストライク2ボール変わりません。第6球を投げました、高めボール球打った、両手を広げて、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。そしてここでバッターは久保。第1球を投げました、外角直球ストライク。足が上がって投げた、あっとすっぽ抜けた、高め外れてワンエンドワン、あっとキャッチャーこいつ、上原二塁へセーフ、二塁はセーフ。さあ3球目、ストレート打ちました、ヒットになります。上原一気にホームへ。久保タイムリーヒット、あっと落としている。バッターは3番前田。外野は前進守備、一、二塁間破ったヒット、相手がヒットになった。ジャイアンツ今日19本目のヒットを放ちました。そしてこの回11人目のバッター高橋。外野前進です。落下点構えて取りました。4回が終わってジャイアンツ6点を追加しています。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー井川。スライダー決まってストライク。第2球を投げた、流し打ち、どうだ、ファウルです。第3球を投げた、打った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウトです。打順は1番に帰って吉野。第1球を投げた、打ちました、ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは2番前川、これが3打席目になります。ファーストランナーちらっと見た、打った、一中間どうだ、これはヒットになります。高橋追いかける、一塁ランナー二塁を回った。吉野三塁です。とワンアウトランナー二塁三塁に変わります。そして迎えるバッターは牧野。今日はファーストライナーとピッチャーフライ、センター前ワンバウンドヒットになった。タイガース1点返しました。牧野タイムリーヒット。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。ここで迎えるバッターはイラブ。打ちました、一二塁間真っ二つ、ライトの前に転がった、イラブタイムリーヒット。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。続くバッターは下柳。今日はサードゴロとピッチャーゴロ。ライト前進してくる、掴みました。ランナーが溜まって迎えるバッターは福原。この試合3回目のアットバット。タイガースここまで9安打。ファウルボール。第2球を投げました、フォークボール見送ってストライク。ツーナッシング、二塁ランナーをちらっと見た、投げた、打った、セカンドボールを掴んだ、ファーストへアウト。5回表が終了してタイガースこの回2点を返しました。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは5番工藤。外野手は前の方に守備位置を取りました。セカンド取った、ファーストへアウト。ワンアウト、ジャイアンツ先頭バッター出ることができません。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番桑田。外角高め空振り、ワンストライクノーボール。投げた、打った、
前川前進、桑田、これで今日は4打数の2安打。ワンアウトランナー1塁に変わります。左対左の勝負になります。高めギリギリいっぱい、ストライク、あっとパスボール、桑田2塁へ。さあ2球目、おっとボケ、ちょっと力が入りました。第3球を投げた、スライダー打ちました、ヒットバックホームセーフ、佐藤タイムリーヒット、ワンアウトランナー2塁に変わります。そしてバッターは岡島、内野は前進し、投げました、真ん中にストライク、ツーナッシング。さあ3球目、直球打った、シュート左、ファーストよく一塁アウト。ここでバッターは上原。さあ1球目、インハイ、空振り、速い球できました。ワンナッシングから投げました、低めの球打った、三遊間破った、レフト前ヒット、佐藤一気にホームへ。上原レフトにヒットを放ちました、セーフ、上原これで今日3打点。打順は1番に戻ってシコウスキー、第1球を投げました、打った、ファールボール、足を上げた、投げました、まっすぐ決まった、ストライク、伸びのあるストレート。さあ3球目、スリーアウトチェンジ。前半終わってリアはこの回さらに2点を失っています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは7番ヤブ、今日はサードフライとショートゴロ打ちました、これはファールになります。さあ次の投球です、打った、第3球を投げました、打ちました、ファウル。さあ4球目、カットボール打った、レフトの前、どうだ、ヒット、ヤブ今日初めてのヒットを放ちました。バッターは8番リガン、投げました、バットのやや先端、取りました、ワンアウトです。ランナー1人置いて迎えるバッターはリガワ、第1球を投げた、初球打ち引っ張った、ファースト正面、2塁送り、2塁アウト、1塁へ、1塁もアウト、ゲッツー。6回表が終了してジャイアンツ10点リードは変わりません。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番久保、外野前進です、低め際どい球、おさあ次の投球です、あっとすっぽ抜けた、アウトロー外れてノーツー、投げた、スローボール打ちました、前川前進してくる、取りました、先頭バッター久保倒れました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番前田、第1球を投げた、打った、セカンド左、ツーバウンド、ボールを掴んだ、アウト、ツーアウトです。バッターは4番高橋、第1球を投げた、打ちました、二遊間抜けた、センター前ヒット、高橋これで3安打猛打賞。バッターは5番工藤、第1球を投げた、真ん中ストライク、伸びのあるストレート、投げました、直球打ちました、セカンド取ってファーストへ送る、送球がそれた、アウト、結局一塁残塁です。中盤終わってジャイアンツこの回の攻撃は0で終わっています。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは吉野、第1球を投げました、初球を打った、掴みました、先頭バッター吉野倒れました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番前川、外野手は前の方に守備位置を取りました、ワンバウンドボールを掴んだ、アウト、ツーアウトになりました。右バッターボックスは3番牧野、外野は前進し、内角外れてボール、第2球を投げました、速球打った、セカンドの頭上ライナー、あと取れない、弾いた、ファーストへ速球、アウト、これで3アウト、最後はセカンドゴロに打ち取られました。7回表が終了してジャイアンツ10点リードは変わりません。7回の裏ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは6番桑田、この試合5回目のアットバット、低い球打ちました、三遊間抜かれた、レフト前ヒット、さあノーアウトのランナーが出ました。バッターは7番佐藤、投げました、
初球打ち引っ張った、ファーストの左ゲッツーコースター、アウト。ワンアウトになりました。一塁セーフ。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは8番岡島。第1球を投げた、打った、引っ張った、あっと弾いた。記録はヒット、記録はヒットです。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターボックスは上原。初球から打っていった、ヒットになります。佐藤三塁も回った。上原今日これで5打数の4安打セーフ。上原今日4安打4打点の大暴れ。第1球を投げた、打った、ヒット、レフトからサードへセーフ。ジャイアンツ立て続けにヒットが3本飛び出しました。ここでバッターボックスは久保。さあ初球打った、ライナーセンターへ、これはヒットになります。センター追っていった。続いて二塁ランナーも今ホームイン、久保ツーベースヒットを放ちました。セーフ。ワンアウトランナー二塁に変わります。続くバッターは前田。第1球を投げた、初球打ってきた、1、2塁間の打球破った、ライト前ヒット。ジャイアンツ怒涛の5連打、前田今日5本目のヒットを放ちました。投げた、打った、これはファールになります。投げた、打ちました。久保今ホームイン、高橋タイムリーヒット。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。そしてここでバッターは工藤。外野前進です。第2球を投げました、打った、ライトへ飛んだ、掴みました、あっとランナー飛び出している。そしてこの回10人目のバッター桑田。さあ1球目、初球突っ込みました、少し力が入りました、パスボール、前田3塁へ。第2球を投げました、直球ストライク。投球3球目、打った、三遊間へのゴー。ホームへ桑田、レフトへのタイムリーセーフ。バッターは7番佐藤。投げました、初球すっぽ抜けボール、ボールカウント1ボール。第2球を投げました、打ちました、センター前落ちるか、ヒット。一塁ランナー二塁回って三塁へ、ボールは中継へ、桑田三塁ですと。そしてこの回12人目のバッター岡島。投げました、打った、一二塁間のゴロ抜けた、ライト前ヒット。二塁ランナー三塁回ってホーム岡島、これで今日2打点セーフ。バッターはピッチャー上原。アウトの直球ストライク、まっすぐできました、ワンナシング。さあ2球目、打った、ヒット。一塁ランナー二塁から三塁へ、上原今日5本目のヒットを放ちました、三塁セーフ。そしてこの回14人目のバッター志向介。第1球を投げた、打ちました、ショートオーバーレフトの前、ヒットになります。志向介タイムリーヒット。そしてこの回15人目のバッター久保。投げた、ストレート空振り、ワンナシング。投げた、あっとすっぽ抜けた、外角外れてワンエンドワン。投げた、打ちました、ファウル。投げた、スリーアウトチェンジ。7回が終わってジャイアンツ10点を追加しています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは4番イラブ。タイガースここまで10安打、外野手は前の方に守備位置を取りました。ファールボール、ワンナッシングから投げました、速球ボール、投げました、カットボールはボール、外角へ、ワンツーバッティングカウント。第4球を投げました、落とした、空振り、ツーストライクツーボールです。投げました、渾身のストレートを空振り三振、先頭バッターイラブ三振に倒れました。外野は前進し、打った、ボールを取って一塁送球、アウト。バッターは6番福原。外野前進です、まっすぐ空振り、投げました、空振り、伸びのあるストレート、上原今の投球でちょうど70球目になります。打った、ヒット、
今日初めてのヒットになりました。バッターは7番ヤブ。第1球を投げた、打った、ボールを掴んだ、1塁へアウト、スリーアウトチェンジ、ランナー1塁に残塁です。8回の表が終わってジャイアンツ依然大量リードです。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番前田、外野手は前の方に守備位置を取りました。ノーエンドアップモーション、投げた、直球ストライク、アウトローへ軽く追い込んでまいりました。ストレート空振り三振、2者連続三振になりました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは4番高橋、外野は前進守備、初球突っぽ抜けました、インコース外れてワンボール。第2球を投げた、膝元緩い球ストライク、緩い球できました。ノーエンドアップから投げた、あっとスライダーすっぽ抜けた、高め外れてワンツー、投げた、打ちました、左中間どうだ、これはヒットになります。レフト打っていった。さあワンアウトからのランナーが来ました。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは5番工藤、第1球を投げました、初球すっぽ抜けボール、完全なボール球、あっとキャッチャー取れない、高橋2塁へ、2塁セーフ、投げました、打った、取った、一塁送球、一塁アウト。そして迎えるバッターは桑田、投げました、初球突っ抜けました、低め外れてワンボール、投げました、内角低め打った、打球はセンター浅いフライだ、前川前出るクリーンヒット、桑田今日5本目のヒットを放ちました。桑田これで今日5打点。バッターは7番佐藤、第1球を投げました、初球すっぽ抜けボール、インコース外れてワンボール、第2球を投げました、インコースわずかに外れてボール。さあ3球目ストレート打った、これはセカンド1塁送り、アウト、スリーアウトです。8回が終わってリアはこの回さらに1点を失っています。さあいよいよ最終回に入ります。先頭バッターは8番リガン、第1球を投げた、打ちました、初球打ち、一、二塁間抜けました、ライト前ヒット、ボールは中継。さあノーアウトのランナーが出ました。ノーアウトランナー一塁となって、続くバッターは井川、速球空振り、一塁ランナーをちらっと見た、投げた、打った、流し打ち、これはファウルになります。第3球を投げた、見逃しの三振、ズバッと決まって3球三振、これでワンアウトランナーは一塁変わりません。打順トップに帰って吉野、初球外れてボール、初球ストレートから入りました、投げた、打ってから平凡な当たり、取りました、ジャイアンツ勝利目前。左バッターボックスは2番前川、今日5打席目、初球打ちました、これは内野ゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトになりました。試合終了、上原完投勝利です。今日のハイライトシーンです。本日のヒーローはこの人、見事完投勝利を果たした上原、今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。お伝えしてまいりました試合はジャイアンツ大差で勝ちました。実況担当川地直樹で東京ドームからお伝えしました。